難読漢字、意外と正しく読めない漢字の問題が全部で20問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解は塩梅、料理の味加減のことです。第2問、この漢字何と読むでしょう？正解は寄せ、落語講談などを演じる演芸場です。第3問、これ何と読むでしょう？正解はデタラメ、根拠がないことです。第4問、この漢字何と読む？正解はかしげる、傾けることです。第5問、この漢字何と読むでしょう？正解はエアミ、悪性の流行病です。第6問、これ何と読むでしょう？正解は音づて、伝えたい言葉を他の人に取り継いでもらうことです。第7問、この漢字何と読む？正解はしみる、寒さが厳しくて物が凍りつくことです。第8問、これ何と読む？正解は小札、掛け値なしの値段を書いて品物につけた札です。第9問、これ何と読むでしょう？正解は目論見、物事を成し遂げるために計画することです。第10問、これ何と読むでしょう？正解は弾む、活気を帯びることです。第11問、この漢字何と読むでしょう？正解はゼリー、ゲルの通称です。第12問、これ何と読むでしょう？正解はヘチマ、ウリ科の一年生植物です。第13問、これ何と読む？
正解はシシャモ。キュウリウオ目キュウリウオ科に属する魚です。第14問、この漢字何と読むでしょう。正解はまして、なおさらという意味です。第15問、この漢字何と読む。正解は敬う、相手に敬意を払うことです。第16問、これ何て読む。正解は喜ぶ、心から嬉しく思うことです。第17問、この漢字何と読むでしょう。正解はべらぼう、程度がひどい様です。第18問、これ何と読むでしょう。正解は助ける、人の間に入って世話をすることです。第19問、この漢字何と読むでしょう。正解はおなもみ、キク科おなもみ属の一年草です。第20問、これ何と読む。正解は飽きない、秋がないから飽きない、天命によく用いられる名称です。